確かに、あのなんか物ボケとかの時に使えます。はい、家でもちょっと春日さん、はい、これで物ボケしていただいても、はい、お願いします。これも査定に響くので。急なフリーが来た。物ボケ、いちごが大きいのか春日が小さくなったのかどっちだ。なんだよ、ちょっと操作入ります。なんで今のが謎になるんだよ。なんで今のが謎になるんだ。評価額の発表お願いします。15円です。はいはいはい、いちごだけに、いちごだけに。いや、これはなんで謎が生まれたんだ。謎ですね。スケボー持ってきてほしいもん。いらないの。いや、これはね、1500円ぐらいつけたかった。え、なんですか。だけど、なんか恥かかされたでしょ。え、いちごがでかいのかなって やらされたじゃん。うん、あれでもうゼロ2つなくなっちゃった。みんな笑ってました。あ、みんな笑ってねえだろ、誰も。あれがみんな笑ってましたね。俺と平尾先生は笑ってた。それは違う笑い方だろ。こうやって笑ってた。ほら、やってやっちまったな笑いじゃねえかよ。真っ黒になったもんね、真っ黒になった。目だけとか目だけして。犯人。